あら、やすこさん、どうしたの？なんかね、いいもの見つけちゃったのよ。なんかこれがうちにあったの。違うの。これは私たちのことを、うん、あのかまいたちさんのね、お仕事サーチ、それってグッジョブで取り上げてくださった社長がいらっしゃるの覚えてる？きっとその方いらっしゃいましたらね。CT スピリッツジャパンのタイガー阿部社長から実は送られてきました。あのね、私たちのことを、うん、本当は地域新聞のね、うん、あの日は撮影だったはずなのに、なぜか地域新聞じゃなくて鎌ヶ谷姉妹の会が面白かったって言ってくださったのよ、全国で。そう、それで私感激して、うん、お礼にね、鎌ヶ谷姉妹の CD をね2枚プレゼントさせていただきました。そしたらな、なんとなんとこんな素敵だね、カンパリ。私あの17歳なのでお酒飲めないんでよくわかんないんだけど、これどういった商品なの、やすこちゃん？これね、あのちょっとほろ苦くてすごくね美味しいのよ。オレンジと合わせたりすると。柑橘系のジュースとかと割って飲むタイプなの？そうでもそのまま飲んでもロックでも美味しいな。ロックでも強いわね。よく知ってる。まだ16だけど。なんかね、こういった商品を輸入されているみたいなの。そう、それでお手紙付きで私たちに2つプレゼントをいただきました。なんでしょう、一度お会いしてみたいわね。本当ね、一度お会いしてみたいわね。タイガー阿部社長、この度は私たちにこのようなお気遣いいただきまして誠にありがとうございます。お互い体に気をつけて長生きしましょうね。